こんにちは、ハワイとおこなです。今日はですね、高台に来てございます。あっちの方ね、すっごい晴れてるんですけど、ちょっとね、うちの方なんかどんよりしてたんですよ。がっかりしたんですけど、タウンの方は絶対くっきり晴れてますね。こちらの戸建てのご紹介でございます。こちらですね、空港からまあ車で10分15分ぐらい、4ベッド3バス、土地がおよそ560坪、4ベッド3バス、あ、いましたね、離れ付きじゃないかと思うんですが、ちょっと見ていきましょう。はい、こちらが入り口でございます。玄関も素敵ですよ。わお、すごい綺麗。床がフローリングですね。コアウッド？うわ、すごい、これは素敵です。あ、なんか久しぶりにハワイのお家に来たって感じですね。こちらが今あの鏡が見えるところが入ってきた玄関で、こちらキッチンですね。ちょっと今自分でも見落としてたんですが、2017年築、めっちゃ綺麗です。こちらキッチン、何ですかこの巨大な冷蔵庫、冷蔵庫2個って感じですね。すごい、こんなに必要なんでしょうかすごいです。うわー、綺麗ですね。これちょっと確信して引いてみましょうか。あれ、あ、そうですよね、絶対そう思ったんですよ。はい、食洗機流し、真ん中にね、このようにアイランドがあって、やっぱりタイルの大きさが大きいとちょっと高級感が増しますね。こちらがキッチンでございます。あのね、アクセント棚も綺麗ですよね。生活感ゼロみたいな。あ、ガスだ、プロパンですね。これとってもスタイリッシュです。こちらがキッチンからリビング。はい、もう一度今入ってきた玄関で、あの左手が今見たキッチン、そしてこちらがリビングでございます。めちゃんこ綺麗ですね。これ確か家具付きだったと思うんですよ。いや、これは素晴らしいです。天井はね、このように少し高くなっていて、あちらがダイニングスペースですね。うわ、すごい素敵です。こちらがリビングの端っこになんとピアノがありましたよ。そしてダイニングスペースですね。ダイニングスペースがあって、あの奥がキッチン、そしてリビングがこのように広がってございます。でね、ちょっとラナイに出てみましょうか。見事なビューです。これちょっとこのロングボード欲しい。いやー、素敵なビューですね。ラナイです。素晴らしいビューですね。このね、ラナイの床もちょっとここがウッドデッキ調になっていて、これ木じゃないですね。なのであのカビたり腐ったりしなくていいです。で、こっちがタイルになってます。夜になるとね、これ多分このライトアップできるようにこんな風になっててね、素敵ですよね。あの板、これ欲しい。いいですね、これ Surfers Welcome と書いてあります。土地はね、およそ560坪。建物は4ベッド3バスで、およそ270平米あります。ちょっと曇ってるんですけど、過ごしやすい天気です。うわ、素敵ですね、これ。アイランドスタイルといった感じ。あ、なるほど。あれが離れかな。
多分。これ家じゃないですか。離れじゃないですね。離れっていうか小さな小屋かと思ってました。こちらが母屋で立派な家が建ってますよ。これすごい。これいいですね。庭もすごい綺麗です。あそこに囲まれたところに多分家庭菜園みたいになってるっぽいですね。いろんなものが生えてます。大きなバーベキューグリルと、いやこのビューが素晴らしいですね。はい、ちょっと気になったので先にちょっとこの離れを見に行っちゃおうかなと思います。こちらが母屋で、立派なお家ですね。これちょっと離れが2階建てってすごいな。これ賃貸収入が OK バージョンですね。ちょっと離れの中見ていきましょう。こちらが床はフローリングですね。今時なちょっと白木っぽい。どうなってるんだろう。あ、ちょっとこの建物は若干レトロな感じがするかな。あ、でもこういうものがリノベされてるっぽいですね。こちらが、まあ、キッチネットですね。キッチン、あ、でもフルレンジはついてる。パーミットあるのかな。あのね、キッチン2つ以上はシングルファミリーホームといって、あの戸建てですね。一つの家族が住む戸建てとしてはキッチン1つという。あ、これはちょっと古いですね。面白いなこれ。ここで分かれてるから2つかと思ったらつながってます。ちょっとレトロな感じですね。ところどころがリノベされているというか。なるほど、大きな家だと思ったら1階部分はガレージになってました。っていうか整理しようよ、こんなに空間あるからって何でも取っとかないでねえ。でこのようにキッチンとトイレがありました。2階が居住空間かな。これね、今のがガレージで、ちょっとこの離れの2階部分見ていきます。眺めいいですね。やっぱりこれは素晴らしい。ナイスです。はい、2階部分の、うわ面白い。これこんな感じでフローリング新しくなってますね。屋根裏部屋みたいですよ。楽しい。私こういうの好きです。なんかこの謎のポールが、いやこれ楽しいですね。こういうところ私住みたいですね。いいですよね。塗り直されてますね、綺麗に。こう私実はあの態度と声が大きいので、あの大きく見られがちなんですけど、実は身長150センチなんですよね。ミニなんです、すごく。だから大丈夫なんですけど、これ頭ぶっけそうですけどね、大きな人だと。面白い。こちらがリビングですね。わ、楽しいですよこれ。窓もいっぱいあってね。ね、こんな感じでラナイもあって換気もいいし、なんといってもビューが最高ですね。最高です。このような空間、これ賃貸に出せるって感じですね。いい家賃取れますよ。2000ドル前後かな。はいはい、離れの2階部分から見た母屋でございます。ちょっと母屋の中の方見ていきましょうか。はい、こちら母屋の、1つ目のベッドルームでございます。家具はね、要交渉だそうです。家具付きではないです。要交渉というのは、まあ、そのいいねに近い、満額オファーなどの場合、家具つけてよという、まあ、交渉ですね。そういったことも私たちエージェントが全部やります。この床とドアが素敵ですね。はい、
この先ちょっと見てきましょうか。左手が先ほどのリビングで、はい、一つ目のバスルーム、ここもすごい綺麗です。ピッカピカですね。これも絶対ソフトだと思うなよ。うん、そうですよね。美しいタイルにバスタブ、なんか今時なタイルですね。窓からの借景も素敵です。バスルームの横にね、ちょっとこのように棚があって、2つ目のベッドルーム、こちらが海側になります。天井がね、少し高くなっていて、うわー、二面採光いいですね。やっぱり換気もものすごくいいです。なんか不思議なクローゼットですね。ここドアつけたらいいのにって感じです。綺麗な洋服しか置けないですよね、インテリアになるようなものすごい風が気持ちいいです。今のベッドルームの横はこのように見事なオーシャンビューのラナイに続いてございます。リビング、キッチンの横にお部屋があったので、何かなと思ったら、パントリー&ランドリーでした。私ここに住めます。非常に大きな洗濯機と乾燥機、そしてパントリーがこのように続いてます。いや、すごいですね、広っ。この空間だけで多分3畳ぐらいありそうです。はい、反対側のウィング、こちらもミント、淡いミントカラーの壁が可愛いですね。これがプライマリーバス、あ、ベッドルームかな。なんかめちゃくちゃ広いバスルームの予感。横にね、かなり大きな、ここも2畳ぐらいありそうなウォークインクローゼットです。で、今のちょっと巨大なバスルームの予感のバスルームなんですが、すごいフロアも綺麗ですね。うわ、ホテルみたいですよこれ。めっちゃすごい素敵ですねこれ。ああいうところにね、窓つけてるのもすごい素敵。何ですかこの空間、すごい。多分、いや、なんか10畳ぐらいあります。巨大なウォークインシャワーと、こちら側にも流しトイレ、このなんて言うんでしょう、色の使い方と、これステージングですか、いや絶対違うと思うんですよね。オーナー様ご在住っぽいです。そしてこの巨大なバスタブ、5人ぐらい入れそうです。すごいです。うわ、綺麗ですね。このね、入り口から見たこのビューがまず素敵ですよね。で、こちらがおそらくベッドルームかな。ちょっと見ていきましょう。あ、ベッド空間が意外と狭いでも、あの天井のね、天井が高いんで、あそこにもガラス張りにして窓を作ってるのが非常に素敵ですね。やっぱり自然光が入ってくるのはすごい素敵です。せっかくハワイなんでね、ナチュラルライフ。はい、今のベッドルームがこのように先ほどのラナイにアクセスできるようになってございます。こちらの戸建てはですね、離れ付き賃貸に出せそうです。2008年から、2017年にかけて、母屋は2017年にフルリノベでしょうね、建築されてます。土地およそ570坪、建物は4ベッド3バスの陶器でおよそ270平米ございます。見事なオーシャンビューです。こちらはですね、
1.375 ミリオン、日本円でおよそ1億と8000万円での販売でございます。皆様最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたハワイとコナからお届けいたしました。また次の動画で皆様お会いしましょう。良い一日をお過ごしください。もしくはおやすみなさい。